キッズシュートの公式戦になります。キッズシュートキッズ2 24.5 キロ契約の3分1ラウンド、赤コーナーからは JSCC 初代チャンピオンの松村優斗選手、総合格闘技道場バーストの所属です。そして青コーナーが沖縄ザ・パラエストラ沖縄の松根博人選手。さてこのキッズシュートの試合は今日解説に入っていただきます第11代世界ライト級チャンピオンの廣中邦芳さんと一緒にお届けしてまいります。よろしくお願いします。さあ試合が始まりました。この松根選手対松村優斗選手はこの JSCC 今年5月4日に行われた大会で決勝戦で戦った同士の決戦です。その時はバーストの松村選手は逆転の腕ひしぎ十字固めで優勝を果たしました。もしかして松根、そうです、松根亮太さんの息子さんが松根博人選手ですね。シュートと柔術で経験が4年半。さあこれも今下から松根選手の方が作ろうとしていますが、トップから赤の松村選手がサイドキープです。あ、早いマウントです。さあバーストセコンド陣は佐々木真嗣夫妻。さあ下から十字、下から十字、下からの十字、あの JSCC の決勝戦を彷彿とさせるような、下から松根博人選手が十字を取りに行きますが、これ解除です。さあ松村優輝選手の今度はガードからなんとか出ようというところ、ちょっとこれは廣中選手三角にも行きそうですね。入ってますね。あとはちょっと深く入れるかどうかですね。下から松根三角、さあ倒れたところ、レフリーが見る、これは下十字、十字か、十字か、腕も伸ばしているのか、挟まれるとちょっとなかなか決まりにくいんですけど、はい、さあこの状態は両者動けない形ですが、腕がどうかということですよね。そうですね、まあ、もうここまでいったら抜いて、はい、次の展開持ち込んだ方がこのまま膠着しちゃうんで、ね、って感じですね。さあ3分1ラウンドです。もう半分は過ぎています。 JSCC の決勝では赤の松村選手が優勝、青の松根博人選手が逆転で敗れるということになりました。この大阪の地において、まあ計らずも、まあ再戦ということになっています。一旦ブレイク、キッズの試合で一旦ブレイクというのはなかなかそうですね。さあ再開されています。残りが1分です。さあタックルを狙います。赤から松村選手がタックルを狙うが、ダブります。さあ相手をコントロールしていきます松根選手。しかしシングルでテイクダウンは松村選手。下から松根選手が作ろうとしていますが、まあ肩に1本足がかかって、まあハイガードというか、もう30秒なので、はい、トップをキープできるか。サイド下は立ち上がる方がいいかなと思いますけどね、松根選手ね。下から狙おうとしているのかもしれませんが、ここはなんとか相手を止めようというところです。担いでパスガード狙ってます、ね、そうですね。赤の松村選手はパスガード狙い。さあバーストの、松村選手、 JSCC 優勝選手がトップをキープしたところで3分間が終わりました。いやー途中は両者技を掛け合ってブレイクというね、下の攻めを取るか、うん、このテイクダウン今と取るかですね。そうですね、これは5月4日に行われた J シュートチャンピオンズカップ2022ボリューム1キッズ2の24キロ以下の決勝戦と全く同じ顔合わせで行われました。あの時は逆転の腕十字で松村選手が勝利。集計の結果をお知らせいたします。サブレフリー岡田、サブレフリー山本、サブレフリー豊田がともに10対9、以上判定3対0を打ちまして、勝者、赤コーナー、松村優斗。さあ、お聞きいただいた通り、3人のジャッジが赤の松村優斗選手を支持しまして、判定勝利は赤コーナー、総合格闘技道場バーストの松村優斗選手となりました。